なに、メグ。私、バレー選手になるために、やっぱり行く。決めたのね、メグ。頑張って。うん。こうして、めぐみさんは、バレーボール選手という夢に向かって歩んでいきました。僕たち、金川小学校6年生にも夢があります。5年生の時には、冠山で夢宣言。6年生の時には、夢ハンカチを書きました。その夢ハンカチを、担任の先生が富士山の頂上に持って